お待たせいたしました。さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まず三塁側埼玉西武ライオンズ、先発投手は本田、コンディションは良さそうです。そして対する一塁側千葉ロッテマリーンズ、先発投手は関谷、本日好調、いい投球でゲームを作ってほしい。それでは注目のマウンド上ピッチャーは関谷、今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ注目のゲームが始まります。バッターは1番鈴木、打った、痛烈な当たり、抜ける、鈴木気持ちのいい当たりでした。ノーアウトで先制のランナーが出ました。外角低め空振り三振。そして迎えるバッターは坂田、タッチはセーフ。第2球を打った、強襲、これは抜ける、今ボールは内野へ送られた。坂田ヒットを放ちました。ライオンズ先制のチャンスを迎えます。ここは慎重に行くか、打ちました、ショート強襲、高浜拾い直した、アウト、アイト、いい当たりでしたがショート正面でした。ライオンズなおもチャンスが続きます。打った、初球打ち、ゴロが突破、三塁ランナーホームイン。ライオンズまずは1点先制。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ここでバッターは肘井、第1球を投げた、インサイド見送ってストライク。投球これから2球目、打ちました、ショートライナー、これで2アウト。バッターは2番肘井、第1球をストレートはストライク、まずは入れてきました、打ちました、いい当たり、ヒット、ボールはセカンドへ、ヒジーヒットを放ちました。マリーンズようやく初ヒットが生まれました。さあ目が離せない展開、マリーンズ同点のチャンスです。ここでバッターボックスは根本、ここから反撃なるか、投げた、打った、センターへの打球取りました、これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。4回までが終了して1対0、ライオンズ同点のピンチをしのぎました。さあそしてバッターは先ほどヒットを放っている肘井、投げました、うーん、ボールに勢いがあります。第2球を打ちました、レフト前に出る、掴みました、これでワンアウト。バッターは2番肘井、さあ初球、うん、いいボール、変化球が切れています、打った、ゴロが抜けた、肘井出塁します。マリーンズ残念ながら痛い敗戦となってしまいました。惜しくも僅差で散ってしまった。本田、西武高橋智美、敗戦投手関谷。さあそしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日の主役は何といってもこの人、わずか1失点、ナイスピッチングです。今日のヒ